桃井香里、桃井香里、桃井香織。1951年4月8日台は、日本の女優。東京都世田谷区出身。本席地は、長野県佐久市。2005年公開のハリウッド映画、サユリ出演を機に、2006年には、アメリカ合衆国映画俳優組合、サグに加入、活躍の場をハリウッドにも広げる。1951年に、 東京都世田谷区の裕福な家庭に生まれる。父は国際政治学者の桃井誠母の悦子はアトリエを構える芸術家4人兄弟で上の兄は脚本家の桃井明。2番目の兄は科学者。弟は銀行員。女優で人形作家の結城美恵子は母方の重視。3歳からクラシックバレエを始め中学生の時に イギリスのロイヤルバレエアカデミーに単身留学。しかし、現実の厳しさを知り、挫折。桃井はこの時のことを振り返り、同じ年くらいの白人の子たちと並ぶと、自分が醜いアヒルの子という感じ。自分を醜いと思わざるを得なかったと語っている。帰国後、女子美術大学附属高等学校、中学校へ入学。同校在学中は東京バレエ団に所属。 同校卒業と同時にバレエを辞め、両親に内緒で演劇を目指し文学座付属演劇研究所、養成所、第十一期生に、極無制として入る。1971年に、映画、愛再び、市川根監督にて、浅岡玲子の妹役でデビュー。同年、ATG 映画、あらかじめ失われた恋人たちよ、田原総一郎監督にてヒロインを演じ、 本格的に映画デビュー。あらかじめ失われた恋人たちをの出演が両親に知られ、父に感動を言い渡され、家で。その後、羽田から広島県江田島に行き、地元の飲食店で住み込みで働く。4ヶ月後、香り許す、父という新聞に載った父の伝言を目にして、家に戻ることはできたが、元の生活には戻れないと思い、再び女優として、 活動を開始する。赤い鳥逃げたの助監督、長谷川和彦に文学座をやめろと言われ、文学座を1972年退団し、1973年公開の同作で女優復帰。22歳の時に撮影現場で腹部に違和感を覚え、歩くのも困難になり、帰り道の山道で倒れる。幸い通りかかったトラックの運転手に発見され、 一命は取り留めたが、その後の検査で、腎臓結核であることが分かり、片方の腎臓を摘出。その後順調に回復し、萩原健一の強い要望からドラマ、傷柄家の天使、第十四は、母のない子に、浜千鳥をへのゲスト出演復帰を果たした。1973年、後に本人が最も頼りにしたという、 2018.8-1NHKBS 早坂明を探して、桃井香里の赤月さん変のでの本人談脚本家、早坂明の指名で、初めて NHK ドラマ、たった一人の反乱にでする。同番組では、私という、桃井香里という役者の80%は、早坂さんの作品でできている。赤月さんは、私の役者道に、いつもいてくれて、 助けてくれる神様だった。赤月さんが死んだら、役者を辞めようと思っていた。と話している。しかし、番組中で、生前の早坂が、香りにやらせたいと残していた小説、私が殺したご夫婦を提示され、いい感じに宿題残してくれる。生き延びられるようにしてくれる。まさに赤月さんだと結んでいる。1975年、倉本総客本による、 日本テレビ系列、全略おふくろ様の海役で、お茶の間でブレイク。1977年公開の、幸福の黄色いハンカチでは、それまで過激な役が多かった、桃井の新たな一面を引き出した作品として、高評価され、第1回日本アカデミー賞助演女優賞、ブルーリボン賞などを受賞した。1979年公開の、もうほうずえはつかないで映画初主演。 1981年、突然、単身ニューヨークへ渡る。戦術の本人談によると、帰国後は役者を辞めて、八ヶ岳で生活していたが、早坂明から電話があり、白いご飯のような俳優になりなさいと、花変路の主役を打診されたことで、本格的に復帰する。この、花変路で、その後12年にわたって、主役、静子を演じるという、役者にとって、 かけがえのない時間を過ごすことになる。1991年には、オムニバス映画、ご挨拶の、第3話、Now It's the Best Moment 18 in Our Life で、映画監督デビュー、桃井香里名義。2004年に、父が高い。父の死を乗り越えるために、もっと辛い状況に身を置くことを決意し、ハリウッド映画のオーディションを次々に受ける。2005年に、サユリで、 ハリウッド映画初出演。翌2006年にアメリカ合衆国映画俳優組合に加入。2006年に一軸の顔で長編に映画監督デビュー。日本政府より支持報奨の受賞を伝達され、2008年4月28日、各社報道によって公表された。その受賞にあたり、少年がそれまで公表されていた1952年ではなく、 1951年であることが判明。近年は女優業にとどまらず、ジュエリーデザイン、雑誌創刊など活動の幅を広げている。2009年に女子美術大学、女子美術大学短期大学部客員教授に就任。長らく独身だったが、2015年1月に事実婚、状態だった年上の音楽プロデューサーと婚姻届を提出したことを、 10月16日京都国際映画祭で行った監督、主演映画、ヘ、hey、c のトークイベント公表した。2015年1月21日に中西彩の作詞家、作家生活50周年を記念した企画アルバムで日本コロンビア株式会社よりリリースされた中西彩と12人の女優たちでアン・ルイスのグッドバイマイラブ。 2016年9月28日リリースの第2弾の中西彩と13人の女優たちで細川隆の心残りを歌った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。